ただいまよりプロレスリングウェーブ10th アニバーサリーカーニバルウェーブネバーエンディングオータクストーリーの記者会見を開始させていただきたいと思います。本日司会進行を務めさせていただきますウェーブリングアナウンサーの野中道子です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、それではですね、カードの試合順とともに選手からのコメントをいただきたいと思います。まずはじめにファーストラウンドといたしまして、会場中にスペシャルカーニバルウェーブ大人のプロレスごっこ5分一本勝負ガミ VS 長代千草、こちらが会場中に行われます。それでは続きまして1試合目から試合順とともに選手からのコメントをいただきたいと思います。まず1試合目、デュアルショックカーニバルウェーブ、ウェーブ認定タッグ選手権試合30分一本勝負、王者組米山香里&チェリー VS 挑戦者組長浜博恵&小林佳穂、こちらの試合はですね、ご機嫌 BBA は初の防衛戦となります。まずはじめに挑戦者の長浜博恵選手よりコメントいただきます。はい、小林佳穂選手からコメント預かってますので、はい、こちらを先に。フリーの小林佳穂です。8ヶ月ぶりにウェーブのリングに上がります。以前は同じ団体で切磋琢磨した大事な後輩である長浜がベルトに挑戦する姿勢を見せてくれたことをとても嬉しく思います。一回り大きくなった小林佳穂をご期待ください。一瞬のチャンスも逃さずに確実にベルトを狙っていきたいと思いますとコメントを佳穂さんから預かっております。で、自分のコメント、はい、大田区では8ヶ月ぶりに佳穂さんがウェーブのリングに上がるんですけど、まだ佳穂さんは上がってなくて当日やっとウェーブに上がってくれるんですが、今まで BBA と3回対戦してきて自分でまだ勝利を上げてないんですけど、その中で戦ってきて見つけた BBA の弱点をまとめたレポートがあるので、それを駆使して佳穂さん必ず BBA からベルトを取りたいと思います。はい、それでは王者組 BBA のお二人からコメントをいただきたいと思います。はい、ご機嫌 BBA の米山香里です。私はね、このベルトを取ってからプロレス人生がますますご機嫌なものになったので、これからもご機嫌な波に乗り続けたいと思います。おー、よち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 、なになに、眠いのねえ。はい、ね、本当にヨネタンのコメントが素晴らしくて、私たち本当に大切にしているこのベルトの赤ちゃんが長浜のコメントを聞いて、あんまりにもつまらなくて眠たいと言っています。ね、かわいちょうにね、本当にね、相変わらずね、くっそつまんないコメントで全く響きません。全然心に響いてきません。レポートがあるって言ってますけど、多分何もないと思います。じゃあ今そのレポートの中の弱点一つちょっと言ってみてもらっていいかな。言ったらバレるじゃないですか。いいじゃん、1個ぐらいいっぱいあるでしょ。ねえねえ、100個ぐらいあるんでしょ。そうだよ、100個ぐらいのさ、うち1個ぐらいいいんじゃないの。でも嫌ですよ、それでもしかしたら取れるかもしれないんですか。言わないです。ないな、全くね、考えてない。ねえ、頑張ります、やりますって言ってるだけでね、もうね、何回も言ってるけど、若さとね、おっぱいの大きさだけで私たちに勝とうと思っても勝てないからね、今日もね、こんなバカみたいな格好してね、本当にやる気あんのかしら、ね、私たち、ね、今でもすぐで戦えるように、ね、そうだよ、いつでも戦闘服で言うの、何このバカみたいな格好、ね、これ、ね、せっかくさ、ほら、ね、いや、スーツだって全然似合ってねー、何これ、何この格好、絶対勝てるわけないと思うので、はい、大田区では私たちベルトを防衛したいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで長浜選手大丈夫ですか。
記者さんからの質問に答えていただいてください。はい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 、質問があるね。落ち着いて。どうぞどうぞ。はい、それでは質問あります方は挙手でお願いいたします。まあ、いろいろ考えた結果、もうカホさんしかいないなと思ってガミさんに相談したらいいよって結構すぐ言ってくれたので、もうこれはもうカホさんで、はい、いろいろ検討した中で、まあ、カホさんしかいないっていうことですね。はい、はい、他ありますか、いらっしゃいますでしょうか。はい、はい、はい、ちょっとコメントつまんなくて寝ちゃってた、ごめんなさい。はい、どうぞ。あの10周年のビッグマッチのオープニングを任されたことに関していかがですか。もうそれは光栄なことですよ。はい、大変光栄に思っております。ね、あのオープニングマッチって本当に大事な、あの一戦だと思っておりますので、はい、私たちベルトを防衛してまずご機嫌なスタートに、ね、ーしたいと思っております。続きまして2試合目に行われますのがメンズカーニバルウェーブ20分一本勝負、後藤圭介&ディック統合 VS 剣道家臣&高道の区。本日は後藤選手にコメントいただきたいと思います。今回、デビューする前から憧れの選手と言っていたディック統合さんとタッグを組まさせていただきます。対戦相手は剣道家臣、高道の区組です。もうカードを見ただけでもう正直、まあ、勝負は見えてると思っている方も多いと思いますが、前線するそういう気持ちではなく、勝ちに行きたいと思います。それまで残り、わずかな期間ですが、日々の生活を大事にして東郷さんとタッグで勝ちます。はい、それでは質疑応答の方ございましたらお願いいたします。はい、お願いします。ディック東郷さんどういったところに、自分は出身が東北の山形なんですが、道の区プロレスを見て育ちました。そこで、自分がプロレスを初めて見た中で衝撃を受けた選手がディック統合選手で、自分が技で使わせていただいている戦闘も、統合さんが使用していたので自分も使用しているというので、今回はすごいもう自分の中での気持ちも高まっております。はい、他にございますでしょうか。はい、対戦相手の印象を教えていただけますか。対戦相手の印象は、くせ者であり、もうとにかくもう世界を知っている方々なので、もう多分もうレベルの違いははっきりと見えているというのが印象が。その中で、はい、一番負けてないなと思えるところっていうか、負けてないのは、若さと気合だけは負けないと思っております。続きまして第3試合、コミカルカーニバルウェーブ20分一本勝負、フェアリー日本橋旧姓広田桜、旧姓忍者ランマル&ハイビスカスミー VS志田ひかる、桃の実を、門倉凛&木村花。本日はフェアリー日本橋選手に来ていただいております。皆様ごきげんよう、フェアリー日本橋です。この度3試合目のコミカルカーニバルウェーブなんですけども、まあ、私たちランマル師匠兄さん、そして今回復帰なさる広田さん、この4人でいつものペースでベストを尽くしたいと思います。そして対戦相手なんですけども、今回ウェーブのコミカルエースことケンちゃんが対戦相手にいらっしゃいますので、楽しくおちょくりたいと思います。 あとちょっと名言言っていいですか。このままいけと私の中の私が命じているのということで、頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。そうしましたら質問の方ありましたらお願いいたします。そうですね、コミカルに多分付き合わないと思うので、もうどっぷり引き込んでやろうと思っております。
続きまして第4試合ネオレユニオンカーニバルウェーブ野崎渚復帰戦20分一本勝負飯田美香宮崎ゆき VS 野崎渚木月葵どうぞこちらいらっしゃってください。それではこの試合が復帰戦となります野崎選手からコメントの方いただきたいと思います。はい、4年半ぶりの試合ということなんですけど、4年半この間に私は正直プロレスもいいかなって思った時期もありました。ただ2年前に宮崎さんが復帰するっていうのを聞いて迷わずもう一度プロレスやりたいと思って、もう一回肩の手術をしてリハビリをしてやっと復帰できることになりました。もちろん緊張4年半ぶりなので緊張してますが、私の人生の新たな青春の1ページをこの宮崎さん飯田を相手に刻みたいと思ってます。はい、それでは対しまして飯田選手から、実はネオの時に自分がデビューして1ヶ月しかネオにいなかった、解散するまで1ヶ月しかなかったので、野崎さんと試合させていただいたことって実は2回しかなくて、でネオが解散した後も試合で関わらせていただくことがほとんどなくて、これでこの大田区の時に当たるのがほとんど約7年ぶりになるんですけど、自分も野崎さんがまた試合すると思ってなかったというか、また試合で当たることがないだろうなと思ってたので、野崎さんの復帰は本当に嬉しく思ってますし、自分の7年間をぶつけたいなと思っております。続きまして宮崎選手お願いいたします。はい、ニオが解散して、約 6年半、引退してから復帰してこの2人と関わることができると思わなかったので、本当にこのカードを嬉しく思います。宇崎が試合してなかった4年半は私が引退して復帰するのと同じ期間だったので、いつもは明るく楽しく激しいプロレスをモットーに試合してるんですけど、復帰戦なので厳しく激しい試合にしたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは質問の方ありましたらお願いいたします。はい、野崎選手なんですけども、はい、パートナーに千月選手を選んだ理由を改めてお願いします。そうですね、デビューしてすぐの頃に葵ちゃんと青春力っていうタッグを組んでいて、私の中で青春っていうものを今すごく大切にしていて、そしたら自然と青春力って葵ちゃんと共に青春してたなと思って、もう一度その続きというかまた新しく今後組んでいくとかそういうのも全然決まってないですけど、その葵ちゃんとまた青春ができたらなと思ってパートナーに選びました。第5試合ドキセクシーレスラーだらけのワイシャツカーニバルウェーブ時間無制限勝負、全出場選手は11選手となります。夏すみれ、春日萌香、カオル、豊田真奈美、下田美馬、藤田茜、雪ひまや、さき、牧夏美、高瀬美雪、ハイジカトリーナ、本日は夏すみれ選手、春日萌香選手にコメントいただきたいと思います。どうぞ。はい、この度ワイシャツマッチプロデューサーに就任いたしました夏すみれです。まずですね、コメントの前にこちらの、ワイシャツマッチの正式なルールを、この場でお伝えしたいと思います。まずこちらですね、ドキセクシーレスラーだらけのワイシャツカーニバルウェーブ、今までのウェーブマットで行われたワイシャツマッチからは初の試みとなるバトルロイヤルで行われます。でさらにですね、こちらの試合が、1分ごとに選手が入場してくるロイヤルランブル形式で行わせていただきます。ルールはですね、通常のプロレスルールに加えまして、
リングから場外に両足がついた時点で、水鉄砲お仕置き部隊、通称ビチョビチョマシンガンズに水鉄砲でお仕置きされます。ですのでこちらは、日頃よく聞くバトルロイヤルの、オーバーザトップロープルールは適用されません。ただその代わり水鉄砲でビチョビチョにされます。またですね、試合中万が一ワイシャツが脱げた時点、明確に言うとボタンが全て外れた時点で失格となります。試合の権利がなくなり、負けとなります。そうですね、はい、以上です。ルールの方は以上です。はい、はい、ワイシャツマッチに出場いたし、ワイシャツマッチに出場いたします春日萌香です。私はそうですね、この試合には歴代のレジェンドレスラーも出場します。彼女たちが醸し出すフェロモン、そして若くてビジュアルの整った選手たちが醸し出す健康的なお色気、あとはですね、夏すみれがこのように、面目躍如と言ってもいいような試合となると思いますので、全てに負けないように当日まで心も体も精一杯バルクアップしたいと思っております。そうですね、私としましては、一応こうやってわいせつマッチをプロデューサーとして仕切らせていただいておりまして、正直最初は戸惑いもあったんですけども、ぶっちゃけ強くもなければ大して身体能力があるわけでもない私がですね、こうやってウェーブ10周年大田区やりますってなった時に、正直目立つことはできなかったと思うんです、普通にやってたら。でもこうやって会社からわいせつマッチっていう、自分のある意味ポジションというか居場所を作ってもらえたことで、やっぱ頑張る気がすごくみなぎってきたし、実際選手公開オファーしていって、選手がどんどん増えていく中で、やっぱりお客さんからの反応もどんどん増えていって、そういった言葉にすごく励まされているので、自分にとって多分こういうプロデューサーっていう、大役はですね、もうウェーブの中で本当に最初で最後っていう気持ちだと思ってます。最初で最後のお仕事としてこのワイシャツマッチをもう最後まで盛り上げられたらなと思っております。そうですね、やっぱさっきハリさんもおっしゃった通り、ベテランから若手さんまで綺麗どころをとにかく集めました。男性も女性も楽しんでいただけるように当日ガンガン盛り上げていきますので、他の真面目な試合を全部ワイシャツマッチが食います。よろしくお願いします。それでは質問あります方はよろしくお願いします。はい、プロデューサーの方、はい、警戒する選手、警戒する選手ですか、はい、そうですね、前回ちょっと対戦させていただきましてハイジカトリーナ、いろんな意味で規格外ですね。美しさもそうなんですけども、パワーであったり、あとものすごい予想外なところで張り手とかかましてくるようなすごいパワフルな方なんで、ちょっと警戒しています。あとは、それぞれ皆さんなんとなくのテーマを持って勧誘してるんですけども、ちょっと自分が最近気になってるのはやっぱり牧夏実選手、はい、このワイシャツの中でしっかり私が牧夏実選手からちょっと一本取りまして、本家の夏ポイとしてこれから活動していきたいと思います。はい、他にありますでしょうか。はい、選手にとって気になっている選手とかいますか、はい、この中で。なっている選手はやはりカオルさん、豊田真奈美さん、下田美誠さんというこの3選手を揃えて、そちらと特に豊田さんは引退されるということで、このような形式の試合ももちろん最後だと思いますし、渡れるのももしかしたら最後ではないかなと思うので、実は本当に、ワイシャツを脱げたら試合に負けてしまうというルールを先ほど聞きまして、めちゃめちゃ今バルクアップしてるんですけど、豊田さんとはバチバチでそこは真面目にやりたいなと思っております。はい、どうしよう、
第5試合終わりまして休憩をいただきます。その休憩中セカンドラウンドスペシャルカーニバルウェーブ大人のプロレスごっこ5分一本勝負、ガミ&長与千草 VS ダンプ松本&ザップ T、 こちらは後ほどコメントの方いただきます。休憩終わりまして第6試合プレミアムカーニバルウェーブ30分一本勝負、浜田綾子里村芽衣子&高橋七重 VS 橋本千尋いろは匠&トトロさつき、それでは浜田選手からコメントいただきたいと思います。いやもうカードの通りじゃないですか。ちょっとメインの試合と違ってそれこそじゃなくて現在 VS 未来でもうカードのもうそのままタイトルに出てるんで、はい、よろしいですか。はい、はい、じゃあそれでは質問の方ございましたらよろしくお願いいたします。はい、対戦相手の3選手の印象、対戦相手3人の印象、いやすごくないじゃないですか。自分でもやっぱり思うんで、ね、里村選手と組んだり、七重さんと組んだりはしてたんですけど、この3人が揃うっていうのは多分初めてじゃないですか。そう思う、はい、そう考えて思うとだからものすごく楽しみです。はい、他にありますでしょうか。若手3人に対してそれぞれの、ね、印象はあるんですけれど、一人はちょっとまだちょっと分かんないんでちょっと見て勉強したいなと思うんですけど、私個人的な意見はちょっと橋本選手のジャンプを食らいたくないっていうねのあるんで、それを食らいないようにやりたいと思います。続きまして第7試合ライバルカーニバルウェーブ30分一本勝負、水波亮&大畑美咲 VS 中島ありさ&藤本つかさ、本日はアビストリバルのお二人にコメントいただきたいと思います。はい、まあこの試合についてはもう一度会見をしているので、まあ、その時に言った通りなんですけれども、まあその時にウェーブの大田区シードリングの後楽園ホール、アイスリボンの後楽園ホールと同じカードを3団体でやるっていうのを発表してるんですけども、その後ベストフレンズが何度か2人で組んで試合してる結果を見ると、まあ負けっぱなしだなっていう印象があって、正直なんか興味がなくなったわけではないですけど、もう楽勝だなっていうのが目に見えてしまってちょっとつまらないなっていうのはあります。で、藤本司が言ってたベストフレンズのブランド力、まあ、あるかどうかわからないんですけども、まだ多少でも残ってるうちに利用させてもらおうかなと思います。はい、それでは水波先生お願いします。はい、プロレスリングウェーブ水波亮です。ウェーブ10周年の試合でもあるんですが、アビットリバル対ベストフレンズ、3本勝負の初戦にもなります。この間会見をした後、どうやらベストフレンズは負けが続いているみたいで、なんかぶっちゃけそれで8月中に来られてもなめんなよって感じだし、やる気あんのかと今言いたい、一番に言いたいと思ってます。自分と大畑は共にいろんな山を越えてきました。ベストフレンズだかなんだか知らないけど、その越えてきた山、そしてそれで深まった関係性というものはどこにも負けないと思っているんで、その自分たちにマジで勝つつもりで8月12日は来てもらいたいと思ってます。あとウェーブ10周年ですが、この興行は別にウェーブのゴールでも何でもないと自分は思っているんで、自分たちがやることは11年目のこれからのウェーブっていうものの楽しみってものを見せれるような試合を
しなきゃいけないと思うし、今が自分たち今の時代、今が自分たちが旬だってものをこの試合で見せつけなきゃいけないと思っているし、未来ってものは今ってものの積み重ねであることだと思っているんで、マジでやります。だからオタクはまずは初戦勝って、もうそれでベストフレンズに関してはそれでもう勝負を決めたいと思っております。以上です。ありがとうございます。それでは質問などありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。はい、大畑選手は先日ベストフレンズの試合を見にシードリングまで行かれたんですけれども、はい、行かれた理由というのはやはり資産ということですか。まあそうですね、私は、まあ、アビリバの頭脳は私だと思っているので、まあ、対策とかを、まあ、必要だったら考えなきゃいけないと思っていたんですけども、まあ、あの試合を見ている限り、うん、息が合っているようにも見えなかったし、結局負けてるし対策は必要ないかなって、いつも通りのアビリバで、でもまあそうですね、いつも通りで勝てると思います。はい、他にございますでしょうか。今回これ3番勝負の1本目になるんですけれども、その、ね、1本目のテーマみたいなものってアビリバ的には何かあ、もう1本目のテーマっていうか全部別に続くんですけど、私の中では1本目で決めてやるっていう部分の方が強いんで、もうそこで本当にた多分すごいプライドだとかベストフレンズっていうものに関してのものが高いと思うので、そういったものを1本目で崩してやれば、まあ、あと2本3本なんてもう相手になんねえかなって思ってるんで、だからそういういらないプライドとかぶっ壊してやろうと思ってます。続きまして第8試合ファイナルラウンドスペシャルカーニバルウェーブ、大人のプロレスごっこ5分1本勝負、ガミ VS 長代ちぐさ。それではガミさんにコメントいただきたいと思います。はい、本日はお集まりいただきありがとうございます。まずルールなんですけれど、あ、まずルールの前に、長代さんとシングルをします。で、やっぱり大田区で長代ちぐさとシングルをするっていうすごい壮大な夢をやっと叶えれたので、どうせならと思って、氏家さんもリングアナウンサーで呼んでみました。はい、もうここまでやるとちょっと私の中ではもうあの30年前にベータのビデオの時代から見てた夢が結構叶うので、もうこれはプロデューサーではなくて一個人、ガミっていうプロレスラー個人の夢を果たすための、オタクの舞台と思ってます。で、やるのが、14時半からの長代ちぐささんとのシングル、これは普通です。あ、でも全部普通なんですけど、で休憩時間が、長代ちぐさガミ組対、ダンプ松本ザップディ、本当はクレインユーさんが良かったんですけど、さすがにそこまではちょっとオファーができなかったのでザンプさんにしていただきました。で、セミ前の8試合目、そうですね、セミ前の8試合目に、長代さんともう一度シングル、これは、長代さんの、希望であるスローモーションルールを入れて、どこまでできるか分かりませんけれども長代ジグザをちょっと体現したいと思います。はい、以上です。はい、それがルールですね。先ほどちょっと付け加えてですね、明日の業務に差し支える激しいことはしない、はい、特に激しいと判断したものにはレフリーのカウントが入る、はい、ということなんですけども、こちらもレフリーの判断で、もうレフリーの判断でいいです。はい、こちらの特別ルールとして採用されています。で、勝敗の方は通常のプロレスルールの方で決められます、はい、で、3ラウンドなんですけど、はい、第1ラウンドで 1-3 が入ったとしても、はい、3回やります、はい、それはちょっと特殊なところです。勝敗がついても3回必ずやります、はい、3回は必ずやります、はい、3回とも中代さんと絡みます。はい、はい、それでは質問の方ございましたらお願いいたします。はい、
長代さんに対する思いですか。今多分時間内に言えるほど短くはないので、後ほどインタビューでお願いします。あ、でも本当に30年前ってうちの選手ほとんど生まれてないと思うんですけど、30年前に長代さんの試合を見てというかクラッシュガールズを見て憧れて東京に出てきて今があるので、でやっぱり30年来の夢は夢かなっていう、そうですね、夢ですね。あまり夢を語りたくはないんですけど、30年来の夢がやっと叶えられたっていうことです。はい、他にございますでしょうか。はい、長代選手にどうしても決めたい技であったり、長代選手の技で受けてみて受けておきたい技。ああ、受けておきたい技は、ニールキックで、やりたい技はもう別にあの女子プロムーブができればいいです。はい、あの危険な技はあのカウントが入るってことなんですけど、ラリアットとかやっても結局ダメです。でもラリアットって一瞬なんでワンですね、カウントが。なるほどです、はいはい、サソリ固めとかはちょっとやめていただきたい。どうやって勝てるんですか。すみません、勝とうと思ってないです。一切勝とうと思ってないです。もう5分3ラウンドなんで15分間きっちり長打ち草を体験したい。少しか考えてない。あ、勝つこと全く考えてないですね。私目立つことしか考えてないです。はいはい、はい、じゃあ写真撮影の方も。あ、はい、すいません。久々の復帰となりますけれど、ガミザップの成果もガミザップですか。 今の段階で8キロ落ちたので、スーツとかもすっきり入るようになりました。多分あと2週間あるんで、僕その11キロには達成すると思います。はい、それでは続きまして第9試合レジーナ・ディ・カーニバル・ベーブ、ベーブにてシングル選手権30分一本勝負、王者山下里奈 VS 挑戦者よしこ。それでは挑戦者の吉田選手からコメントいただきます。シードリングのよしこです。今回大田区でまた、山下とこんなすぐにシングルができるのすごい楽しみなんですけど、これってこのベルトってウェーブの一番のベルトだよね。なのになんでメインじゃないのかなって、まあ、謎なんですけど。いや別にセミだろうがメインだろうが大田区全部うちらも。ルセーバーは引けよ最後に。ルセーバーがうちが喋ってる。まあ謎なんですけど、自分最近総合格闘技とかにも挑戦してて、まあ言ったらプロレスが一番の総合格闘技なんじゃないかなって。この意味わかる？知るか。まあ自分がこのベルトを取った暁にはこのベルトのこの文字を全部シードリングに変えて、大事にシードリングに変えて、自分がシードリングに持ち帰って一番最強のベルトにしたいと思います。続きましてチャンピオン山下選手、お願いいたします。はい、ですね、前にシードリングのメインでよしことシングルマッチをしたときに必ず結果を出してまたよしことシングルやると自分の中で決めてたので、そしたらですね、リーグ戦優勝してベルトを取った今が一番のタイミングかなと。そうですね、あんまり期間は空いてませんが、そうですね、もう、まあ、1回負けてはいますが対等の立場だと思ってます。はい、そうですね、まあ、勝ちますね、今絶好調なんで。はい、はい、お前負けたらどうする。負けたら、いや、お前負けたらうちのコブになれ。おいよ、分かった。言ったな。言ったよ。だそうです。はい、はい、そうしましたら質問の方ございましたらお願いいたします。吉子選手、レジーナっていうベルトに関しての印象はあったんですか。いや特に意識したことないんですけども、山下が巻いてるんで、まあ、そこそこのベルトなんじゃないかなって、まあ、自分が、まあ、山下が巻いてる限り、まあ、大田区のメインにも出れないぐらいなんで、まあ、自分が巻いて本当に最強のベルトにしてやりたいなと思ってます。
続きまして第10試合メインイベントカーニバルウェーブウェーブオブウェーブズ時間無制限一本勝負大岡由美 VS 飛鳥。はい、今回、このカードでこの試合順でっていうのを初めて聞いたとき正直不安しかなかったんですけど、どんどん日が近くなるにつれてやっぱり不安というよりも自信、ウェーブのトップに立って日本初のジェンダーレスレスラーがウェーブの女子プロ界を引っ張っていく存在になっていきたいなという思いが出てきたので、まあ、当日8月12日はそうですね、岡由美で始まったウェーブを10周年という舞台でアスカの時代にしたいなと思っております。それでは岡由美選手お願いいたします。はい、プロレスリングウェーブ代表の岡由美です。この試合がタッグのタイトルマッチでもな、メインイベントがタッグのタイトルマッチでもなくレジーナでもなく、私の試合なのは私がウェーブの顔だからです。ウェーブって二神美彦とかガミって言われてますけど、私が顔なんです。私が10周年までウェーブを持たせた。私が立ち上げて、ガミさんと私が立ち上げて、ウェーブを持たせたというか続けてきたんですけれども、このカードは本当にアスカとやるっていうことはすごい意味のあるカードだと思ってます。私が立ち上げメンバーでアスカがウェーブの、一番最後っていうか、新しいウェーブの顔になる選手ということでデビューした選手なので、これが、ウェーブらしい試合になる。アスカは本当にジェンダーレスっていう、日本では初めてのレスラーで、まだ偏見もあると思いますが、私たちはアスカのことを女子レスラーだと思ってるし、そういう風に接してるし、ジェンダーレスの子がこの試合を見て勇気と希望をもらえたらなと思ってます。アスカの身体能力と若さには負けますが、アスカより私の方が、キャリアと経験値は高いので、アスカのいいところを引き出して私が勝って、この大会を締めたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは質問の方ございましたらお願いいたします。そういうふうに思ってもらえるのはすごく嬉しいですけど、絶対そうにはならないです。私がずっとウェーブの顔としてやっていきます。そういう子がやっぱり増えてほしいですね。私だってそんなにずっと10年20年30年ってできるわけじゃないので、次の顔がやっぱり欲しいので、やっぱり次世代のウェーブの顔を作っていきたいとは思ってます。はい、他にございますでしょうか。10周年のメインということはすごくプレッシャーもあるかと思うんですけれども、他のカードとかに負けない自信とかそういったことありますか。そうですね、さっきも言った通り最初は不安しかなかったんですけど、どん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 自信しかなくなっちゃって、不安から自信に変わったアスカっていうのは自分自身強いなと思っておりますので、当日はグダグダ言ってますけど、大岡由美を潰して散らせてあげたいなと思います。はい、行きます。カードは今言った通りなんですけれども、もろもろのちょっと注意事項があるのでお願いします。紙テープ、当日の紙テープの投げ入れについてのお願いです。紙テープの投入は投げ入れは可能なんですが、投げ終わった紙テープ、大田区体育館全部ゴミが持ち帰りです。で、前にも言ったんですけれども、某団体がゴミ代だけで20万円を超えたそうなので、できる限りお客さんの、有志といいますかボランティアでゴミの持ち帰りのご協力をお願いしたいです。
で、紙テープの禁止事項として、紙テープの席置きはやめていただきたいと、ワイシャツマッチはバトルロイヤルですので、なるべく、あ、なるべくじゃないや、紙テープの投げ入れはご遠慮ください。で、大人のプロレスごっこにつきましては3ラウンドありますので、第1ラウンドのみ紙テープの投げ入れをお願いします。で、ゴミの持ち帰りの際、近隣のゴミの置き場とか、コンビニのゴミ箱への不法投棄はやめていただきたいと思います。で、最後に、リング全試合終わりまして、リング撤収の時に、お客様に集まる場所も多分その当日告知すると思うので、そこで集まっていただいて、本当に持って帰れるゴミは持って帰っていただきたいと思います。はい、大田区大会12日の次の日にウェーブ旗揚げ10周年記念パーティーを、8月13日の日曜日の午後4時20分よりクルージングパーティーを行いたいと思っております。こちら、東京ベイクリクルージングレストランシンフォニー、あ、言っていただいていいですか、はい、私の声汚いんで、はい、そうですね、ボンボヤージュですね、はい、10周年記念パーティー8月13日日曜日、試行時間が16時20分、運行時間の方は16時20分から18時20分となっております。場所は東京ベイクルージングレストランシンフォニー待合所、ウェーブパーティー受付カウンターにてご集合ください。最寄り駅の方はゆりかもめ日の出駅徒歩1分となっております。料金は一般の方が18,000円、そしてファンクラブ会員様が15,000円となっております。8月12日大田区体育館の VIP 席をお持ちの方は無料となっております。こちらですね、モデルナ乗船券、そしてビュッフェ飲み放題、そしてお土産付き、こちらのお土産は後日発送となっております。軽装で ご参加ができるということなので、皆さんお気軽にご参加いただけたらなと思います。締め切りの方は7月1日ですね、はい、はい、もうすぐですね、もうすぐです、はい、なので皆さんぜひお早めにこちらの方ぜひですねご参加いただけたらなと思っております。軽装でご参加くださいというか、ドレスコード一切ありません、はい、ただ小汚いジャージとかやめていただきたいなっていうのと、あと選手は、この日うち、ザブングループの選手は浴衣で行きます。なのでそんなに堅苦しく感じないパーティーにしたいと思うので、はい、皆さんお気軽な値段ではないんですけれども、はい、来ていただけたらと思います。それではですね、来たる2017年8月12日土曜日15時開始、大田区総合体育館プロレスリングウェーブ10th アニバーサリーカーニバルウェーブネバーエンディング大田区ストーリー、こちらに向けて選手スタッフ一同頑張ってまいりますので、皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。